19アンダーからスタートしていって4番です。そして自分からね、はい、もう崩しそうになるとしたらこの4番なんですよね。難しい4番ですね、はい、これで今日の18番もうまくパー取りましたけど、怒ってる姿ってのは見たことがないんですけども、はい、私の1日ラウンド一緒についてブリタニーラング、来ました3アンダー。じわじわ不気味な雲が出てきています、はい、チョンインジ大したスイングですね。こういうタイミングしたいですね。内側に来ました。そして後半16、17、18とこう戻ってくるわけですね、はい、7番チョインジのバーディーパット、どうだ、入った素晴らしい。このパッティングのタッチといいラインのよ、シェルリーもこの短いパー3ショットグリーンを外しました。うまい。バンカーから。おっと、ピンに当たりました。よかったですけど。チョンインジ、セカンドショットです。10番のパー5。セカンドショットです。10番のパー5。22ヤード、うん、この子はアマチュアでカナダツアー3勝してるんですけ ど本当にエリート街道を来てるというか素晴らしい。さあチョインジ9番のティーショット、いや8、9番ですね、はい、真ん中、いや8、9番ですね、13をマークし